何をしなきゃいけないかというと、片方、肩が縦のラインが揃うようにこっちの手を上に向かって振ります。これも硬い証拠なんですよ。こうしてここが揃ってますよね。揃ってますよね。この胸のライン、ここのねじれが必要なので硬いですよね。硬いですよ。何が起こってるかというと、腕がいってるけどここ全然ねじってない。腕の運動じゃなくて、ここの根元をちゃんと、そう、胸を開く。今のこれはどっちかというと動きのあるストレッチになるじゃないですか。動きがないストレッチをやるときは伸脚を、そうそうそう、ここを広げてください。広げて、そう、体をねじる。限界、本当は肩ここにないといけないです。ちなみにこういう、プロとアマの違い、綺麗にグーになって限界です。これです。足をこうやって前に出した時に体を持ってかれないで腕がしっかり引けるようになるんですよ。そうするとグッと乗り込めるようになって一歩の伸びが変わってきた。この胸椎のこのねじれの可動域が出るっていうのはすごく大事だと思う。